どうも、皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、レガシーキャリアの ANA と LCC のピーチがですね、コードシェア発表ということで、こちらについてですね、動画ね、やっていきたいと思います。皆さんね、こちらのニュース見られましたかね？ ANA とね、ピーチが運行する一部路線についてですね、コードシェアを実施しますということで、ANA のね、公式サイトにこちらね、もう記載がされているんですよね。ちょっとね、内容についてね、振り返りたいなと思ってるんですけども、公式サイトにはですね、ピーチとコードシェアによりお客様の選択肢が広がり、利便性が向上します。ANA コードシェア便を ANA 便名で予約購入して、搭乗した場合ですね、ANA 周り積算対象となるということで、まあ、こんな感じでね、記載がありまして、まだね、サービスの詳細についてはですね、決定次第改めて発表ということで、まだね、詳しい内容はね、記載はされてないわけなんですけども、現時点ではまあこんな感じでね、描画されたということで、ピーチとのね、コードシェア便を組むことによって、まあ、選択肢が広がってですね、利便性を高めて、ANA 周りをね、付与していくみたいなね、まあそんな感じなんですよね。でですね、ピーチとのコードシェア便についてはですね、予定としては2021年の8月下旬にね、運行開始という風になっておりまして、販売開始はですね、8月の上旬を予定しているということで、まあこちらについてはですね、計画で、まあ関係各所にね、今認可をしているということで、まあこちらはですね、認可が下りることを条件でね、発表されている事業計画という風になっておりますので、まあ現時点での話ですね、まあこれがね、まあ許可下りないってことは多分ないんじゃないかなというふうに思うわけなんですけども、今現時点のね、予定としてはまあこんな感じになっているっていう感じなんですよね。まだね、運行開始日であったり販売日、対象便、運行スケジュールの詳細はですね、まだ決まっていないっていうふうになりますので、まあこれからね、発表されていくのかなと思います。でですね、今コードシェアがね、予定されている路線っていうのも一部ね、紹介されておりまして、こんな感じになっておりまして、路線はですね、東京、成田、札幌、設定が、1日3往復ですね。東京、成田、福岡、1日2往復。東京、成田、沖縄ですね。こちらが1日2往復。名古屋、中部から千歳、札幌ですね。1日1往復。名古屋、沖縄、1日1往復ということで、こちらね、対象路線については順次拡大していきますっていうね、記載もありますので、現時点でね、予定されているのはこんな感じなんですけども、今後ね、こちらも増えていくのではないのかなと思います。でですね、コードシェア便についてはですね、使用機材はピーチの使用機材で運行されて、乗務員もね、その運行になるということで、まあこちらはですね、今もね、ANA マイルでスターフライヤーとかね、コードシェア組まれてるね、路線利用するとそうなるっていった形になりますので、まあこちらはね、同じっていう風になるわけなんですけども、使用機材についてはですね、エアバス320ということで、まあこちらになるわけなんですけども、まあエアバス320もですね、セオだったりネオだったりね、ありますので、まあ詳細の使用機材っていうのは記載がないわけなんですけども、まあエアバス320型機がですね、利用されるっていった形になります。でですね、ピーチはですね、LCC っていう風になりますんで、一般的な普通席のね、シートピッチっていうのは、まあ、約29センチっていう風に言われておりまして、まあこちらはね、LCC ということで、まあ、仕方ない部分ではあるんですけども、ANA のね、座席に慣れている方はですね、おそらく狭く感じてしまうのではないのかなっていう風に思うわけなんですよね。またですね、ANA 便名で航空券を予約していただいて、搭乗していただいた場合ですね、ANA マイルはね、積算対象ということで、こちらはもうすでにね、発表されているわけなんですよね。で、ANA マイルからピーチにはですね、ポイントっていう形にはなるわけなんですけども、まあ、交換はね、できますよっていうのも、公式サイトにね、記載があるわけなんですよね。利用していただければ、まあ、どちらでもね、利用することができるみたいなね、そんな感じで、まあ、記載はされているんですよね。まあ、でもね、ANA マイルからピーチポイントっていうのはですね、交換レートが500マイルが450ピーチポイントということで、交換レートがね、良くないんですよね。まあ、それもそうですし、ANA はね、レガシーの航空会社で、まあ、ピーチはね、LCC っていう風になりますんで、まあ、交換される方ね、ほとんどいらっしゃらないと思うんですけども、交換自体はできるっていった感じでね、対応がされております。
でですね、まあ気になる点としてはプレミアムポイントがね、貯まるのかっていう話なんですけども、こちらについてはですね、ANA のデスクにね、回答いただいたわけなんですけども、ちょっとですね、まだね、正式発表はされてないんですよね。で、私が電話した時の回答としてはですね、当初ですね、電話でコードシェアがね、組まれる8月以降ね、ピーチにね、登場したらプレミアムポイントね、貯まりますかっていう風に聞いたところですね、当初ね、貯まりますっていう回答だったんですよね。で、話していくうちにですね、こちらもまた正式発表がありますので、まあそちらを待ってくださいみたいなね、そんな回答だったんですけども、話をしてるうちにですね、正式発表はまだですので、まだわかりませんって急に回答変わったんですよね。まあということで、NHB 名でね、予約登場した場合はですね、ピーチに登場した場合でも、まあプレミアムポイントはね、貯まるのではないのかなっていうふうに、個人的にはね、思っているわけなんですけども、まあ正確な情報としてはですね、今後ね、また発表されるのではないのかなと思います。まあ ANA マイルがね、もう貯まるっていうのが発表されておりますので、これでプレミアムポイントがね、貯まらないっていうのは、ちょっと考えづらいかなっていうふうに思いますので、まあ大丈夫かなっていうふうに思っております。それではですね、今回、ANA とピーチがね、コードシェアを設定するということで、まあどういったね、影響が出てくるかなっていうふうに思うわけなんですけども、現時点でね、発表されている路線はこんな感じになっておりまして、まあ東京エリアであればですね、東京、札幌、沖縄、福岡がね、このピーチのコードシェアがね、設定されるっていうふうになっておりますので、8月以降ね、予約した場合ね、こちらがヒットしてくるっていう感じになるわけなんですけども、国際線の国内線乗り継ぎとかでね、こちらのピーチがねヒットしてくるみたいなね、そんなことも予想されるのではないのかなっていうふうに思いますので、国際線のね長距離フライトの後の国内線の乗り継ぎとかでね、この LCC のピーチがね当たってきてしまって、もちろんね他に選択肢がねあればねいいんですけども、まあ、これがねなかった場合ですよね、長距離フライトの後のね国内線といえですね、まあ LCC はねかなりきついかなっていうふうに思いますので、まあここら辺がねどうなっていくかっていう感じですよね。またね対象路線ね拡大していくっていう話ですので、まあこちらがねピーチの就航している路線になるわけなんですけども、まあ今後ねどのエリアがね入ってくるかちょっとまだわからないですけども、まあコードシェアがね設定されていくっていう感じなんですよね。ですので羽田空港をねメイン空港として利用されている方は、まあ、そこまでね影響大きくないのかなっていうふうに思うわけなんですけども、国際線を利用する時に乗り継ぎでね利用いつもされている方に関してはですね、今後ねある程度の影響がね出てくるかもしれないなっていうふうに思うわけなんですよね。またですね、今回コードシェアがね設定されるということで、こちらもね今後詳細発表されていくと思うんですけども、 ANA ラウンジをね含めた ANA のねステータスについてはですね、まあ利用できるのではないのかなっていうふうに思っております。いかがだったでしょうか。今回ですね、 ANA とピーチのねコードシェアがね発表ということで、まあ実際にね運用が始まってみないとですね、どのぐらいのねメリットデメリットがね出てくるかっていうのは見えてこない部分ではあるわけなんですけども、 ANA マイルをね使う選択肢として増えるのはねありがたいなっていうふうに思うわけなんですけども、 ANA マイルで取った航空券にですね実際に搭乗したら LCC だったっていう感じにもねなるっていうふうになりますんで、 ANA マイルをね使うってなった時にこのねピーチを利用する場合は減額マイルになるのかならないのか、まあおそらくねならないかなっていうふうに思うわけなんですけども、まあこれもねちょっとね疑問点は残りますよね。まあ何回も言ってますけども、 ANA はねレガシーの航空会社でピーチはね LCC っていう風になりますんで、ちょっとねこちらについてもですね今後ね注目していきたいなと思います。今回の発表ではですね利便性向上ということで言われておりますので、今後ですねこの空港からはピーチしか使えないみたいなね、まあ、そういった感じにねならないことを祈るばかりだなという風に思っております。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。